皆さん、こんにちは。今回は大相撲の元横綱朝青龍のドルゴルスレン・ダグワドルジ氏についてお話ししていきたいと思います。2024年4月12日、自身の公式 X 旧 Twitter を更新し、緊急入院すると明らかにした朝青龍。日本語で、本日より都内の病院で緊急入院することになりました。原因がまだわからないんですが、検査中ですと報告。続けて、また元気になって笑顔を見せればいいかなと思ってます。いつも応援する方々に感謝しております、ドルジよと綴っています。ファンからは、あなたは強いから負けないよ、ドルジは最強なので絶対元気になります、68代横綱は強い人、大丈夫など多数のエールが届いています。11日には曙太郎さんの死去が伝えられたばかりで、同日の X では、第64代横綱曙様、言葉になりませんと綴り、思い出の写真とともに、たくさんのお世話、たくさんのエンジョイタイムごっちゃんでしたと追悼していた朝青龍。先月の3月には自身の SNS に、力士時代から35キロ痩せた、現在の体重を公開し、やっとです、辛いけど嬉しい、健康が大事かなと綴った朝青龍。体重計の画像には 118.6 の数字が、目標だった120キロ以下を成し遂げたと見られ、余計なこと言わずに前進む、さらなる減量を予告しており、その後フォロワーから体を気遣う声が上がったことで、もちろん元気です、病気者ではない、気持ちの中でチャレンジです、心配しないでください、大丈夫ですと体調面で問題がないことを強調していました。2007年には日本相撲協会指名の心療内科精神科の専門医の診察を受け、急性ストレス障害と診断されており、深刻な病気が心配されます。そんな朝青龍は1980年9月27日生まれのモンゴル、ウランバートル出身で、本名はドルゴルスレン・ギインダグワドルジといいます。彼が相撲の世界に入ったのは15歳の時、モンゴル相撲を始め、ナーダムの相撲少年の部で優勝するなど、若くして頭角を現しました。ナーダムとはモンゴルの夏の大祭で、男の三大競技、相撲、競馬、厩舎が行われることで知られています。朝青龍はこの大舞台で優勝を果たすほどの逸材だったのです。彼の相撲人生で大きな転機となったのは、1997年に日本の明徳義塾高校に相撲留学したこと。当時同じ学校には後の大関魁王や関脇安美錦らも在籍していました。朝青龍は彼らと切磋琢磨する日々を送ります。翌年には同い年の強豪内田泉、現在の錣山親方と対戦するも惨敗。この経験が朝青龍に大きな刺激を与えたのかもしれません。そしてその翌年、若松親方、源高佐護親方のスカウトにより、朝青龍は高校を中退し、角界に入門することになったのです。高砂部屋に入門した朝青龍は、1999年1月場所で初土俵を踏み、2003年にはモンゴル人初の第68代横綱に昇進、幕内優勝25回という圧倒的な強さで大相撲ファンを魅了しました。朝青龍の四股名は、高校在学時にお世話になったという高知県土佐市の清流寺に由来し、明徳という名は出身校の明徳義塾高等学校にちなんで名付けられたそうです。師匠の高砂親方は朝青龍について、一番手こずらされた弟子と評しており、取り組み後の感情のコントロールがうまくない、すぐに泣く、騒動時はショックで放心状態だったりと、感情の起伏が激しく繊細と分析しています。内弟子時代、朝青龍はよく泣いていたそうで、朝青龍が泣いているから俺が泣くのをやめられないと
同じ部屋の力士たちが話していたというエピソードも、後年こそふてぶてしい性格で知られるようになりましたが、新入幕から新三役までの時期に関しては雑誌相撲にて純真そのものと評されていたとか、まさに努力家で真面目な青年だったのでしょう。そんな朝青龍ですが、現役時代は数々の快挙を成し遂げる一方で、さまざまな不祥事も起こしてしまいました。2007年7月、腰の疲労骨折などを理由に夏巡業を欠場したにもかかわらず、モンゴル帰国時にサッカーに興じていたことが報道され、大問題に。この件について朝青龍は後にテレビ番組で真相を語っています。当時怪我の具合は医者から、骨はつながってないけど骨と骨の間に軟骨があって、それでくっついているから大丈夫と言われた程度で、本人も骨がついているのかなと思っていたそう。それでサッカーをしてしまったということですが、結果的に骨折していたと告白。ファンの方々には申し訳ないと謝罪しています。とはいえ、横綱としての自覚の欠如を指摘する声は免れませんでした。さらに2010年1月場所中の暴行事件が引退へと追い込むことに。この事件は朝青龍が泥酔して暴れる騒動を起こしたと報じられ、被害者は元暴走族のリーダーで、後に傷害容疑で逮捕された川名剛氏だったことが発覚。発端は六本木のクラブで泥酔状態だった朝青龍が客の女性に手を出したこと。それが元でいさかいとなり、店を出る際に店を任されていた川名氏から、もう来ないでくれと告げられたことに朝青龍が激怒。川名氏を車に押し込めて拉致監禁し、顔面を殴打、尾骨骨折の重傷を負わせてしまったのです。被害を受けた川名氏は診断書を持って警察に被害届を提出し、民事刑事両面で朝青龍を訴えようとしました。しかし事態はここから思わぬ展開を見せることに。実は朝青龍には各界の表舞台では見えないややこしい筋のつながりがある。川名氏とつながりのある暴力団関係者らが次々と介入してきたのだとか、彼らのメンツを潰すわけにはいかなかったのでしょう。結局示談金1500万円を支払うことで事件は決着したと言われています。現在引退した外国人力士は日本国籍を取得して親方になるケースが増えていますが、朝青龍はモンゴル国籍のまま、そのため親方になる道は閉ざされてしまいました。相撲界を引退した後は妻子を連れてモンゴルへ帰国、レスリング協会の名誉会長に就任し、モンゴルのレスリング選手の支援活動に尽力しました。さらに2013年にはレスリング協会の会長に就任、スポーツ振興にも力を注いでいるようです。一方実業家としての顔も持つ朝青龍、モンゴルの首都ウランバートルの近郊では関東全域と同じ広さという50万ヘクタールもの土地を所有しているのだとか。そこでは広大な農地でそばや野菜などを栽培、将来的には日本へ輸出することも視野に入れているようです。また外国の食文化を広めることにも熱心で、日本式のビアガーデンをモンゴルに広めたいとの構想も。実は朝青龍の実家は代々実業家の家系だったそう。父親と兄は牧場経営や銀行、旅行会社、人材派遣会社など多岐にわたるビジネスを展開しています。その影響からか、朝青龍自身も農業だけでなく銀行経営にも乗り出していることが明らかになっています。こうした活躍ぶりから現在の年収は数億円とも言われているのだとか。引退後の第二の人生を存分に謳歌しているようです。一方朝青龍といえば現役時代のサッカー事件も有名ですよね。2007年、モンゴル帰国中に足の骨折を理由に夏巡業を休んでいたにもかかわらず、楽しげにサッカーをしている姿がスクープされた件です。この時は世間から大バッシングを受けましたが、テレビ番組に出演した際改めて真相を語っています。番組では
骨折はしていたのかと直球の質問が、これに対し朝青龍は骨折はしていたとあっさり認めました。そして巡業を休んでいたのにサッカーをしていたことについてはファンの方に申し訳ないと思っていると謝罪。骨はついてないと言われたけれど、骨と骨の間が軟骨でつながっているから大丈夫と言われて、骨がつながっているのかなと思ったと当時の心境を吐露しました。また骨折は分かっていたが、荷物を持ったりするのがつらかった。サッカーをやってみて足は大丈夫だと思ったとも。確かにサッカーのボールを蹴る動作は荷物を持つよりも負担が少ないかもしれません。とはいえ横綱としてファンに対する配慮に欠けていたのは事実。世間の批判は免れませんでしたが、改めて真摯に反省の弁を述べた朝青龍の姿勢はある意味で潔いとも言えるでしょう。さて朝青龍といえば宿敵とも言える白鵬との確執も有名です。朝青龍は引退間際、引退して親方を務めた後、モンゴルに帰って政治家になりたいと周囲に話していたそうです。実際モンゴルにはかつて旭鷲山という大相撲出身で政治家になった例もあります。しかしそんな朝青龍の夢を打ち砕いたのが白鵬の存在だったといいます。2019年4月、白鵬がモンゴルの国籍を離脱し日本に帰化する意向を表明。その裏には朝青龍への対抗心があったのではないかと囁かれています。白鵬が目指すのは朝青龍と同じく角界の頂点である横綱審議委員会の委員長。かつては犬猿の仲と言われた二人ですが、表向きは一時期関係改善の兆しが見られたこともありました。しかしモンゴル国内の立場や人気では朝青龍が白鵬を上回っているのが実情。そんな状況で白鵬が日本国籍を取得すれば祖国を捨てたと批判されるのは必至。一方の朝青龍はモンゴル人女性と結婚し国内でのビジネスも順調です。現在のモンゴル大統領とも親交が深いと言われ、同国の対日外交顧問や大統領特使を務めるなど確固たる地位を築いています。対する白鵬にとって朝青龍に勝つためには日本で出世するしかない。その思惑通り白鵬は2021年9月に日本国籍を取得。かたや朝青龍は大統領選への出馬を画策しているとの情報も。互いに一歩も引かない頂上決戦の行方は予断を許しません。そんな朝青龍と白鵬の確執について、元横綱審議委員会委員長の北の湖理事長は、一時は関係が良くなったように見えたが本当の意味での和解はなかったと指摘。朝青龍は白鵬を鵬と呼び捨てにするなど態度に余裕があるように見えるが、白鵬は朝青龍を敵視している。互いにプライドが高く譲れないところがあるのだろうと分析しています。とはいえそんな二人の火花が今後の大相撲界を盛り上げる原動力になるのは間違いなさそうです。さてここからは朝青龍の暴言問題についてお話ししましょう。2016年3月、朝青龍が元小結で大相撲解説者の舞の海秀平氏に対しツイッター上で暴言を吐いたことが話題になりました。問題のツイートは、舞の海があらん、もう口出したらしいな、あいつ誰や、体が虫けらみたい、口がなんやなど下品な言葉が並んでいました。発端は舞の海氏の相撲解説に腹を立てたことだと見られますが、具体的にどの発言に起こったのかは不明。ともあれ国民的スポーツのヒーローだった朝青龍の暴言に世間からは品がない、横綱 OB として恥ずかしいなど厳しい声が相次ぎました。この日優勝を決めた白鵬に対しては白鵬泣く回数多い、泣くなバカ野郎、涙を血の色に変えて戦えと過激な言葉を投げかけるなど終始感情的な内容ばかりが目立ちました。こうした行動を見ると引退から6年が経っても
朝青龍の中に燃え盛る武者魂は健在のようです。ただ大相撲は品格が何より大切にされる世界、一人の武道家として言葉遣いには十分気をつけてほしいものです。その後の朝青龍はツイッターでの発言について一定の反省を示しつつ、かつての貴乃花親方との確執などについて持論を展開。相撲協会はもっと透明性が必要、八百長問題にも正面から向き合うべきだなど、各界の体質を批判する姿勢を崩していません。現役時代から一匹狼の生き方を貫いてきた朝青龍だけに、この先も思い切った発言が飛び出すことは間違いなさそうです。モンゴルの至宝と称される朝青龍、今後も私たちを楽しませ、時に考えさせてくれる存在であり続けることでしょう。数々の伝説を打ち立てた反面、数々の問題も起こしてしまった朝青龍。それでもモンゴルの英雄としてスポーツ界を牽引し続けていること、さらに言えば日本とモンゴルの架け橋としても活躍していることは間違いありません。少し前のインタビューで朝青龍は、私にとって大事なのは愛ですからと語っていました。スポーツ、仕事、そして人としての誇り、その根幹にあるのが周りの人への愛情だと荒々しく自由奔放に生きてきた朝青龍にしては意外に思えるかもしれません。しかしモンゴルの子供たちに夢を与え、日本とモンゴルの架け橋になろうと尽力する姿はまさに愛の結晶と言えるでしょう。願わくばこの熱い思いを胸に、朝青龍には今後も我々を魅了し続けてほしいものです。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。